四目並べのプレイの様子四目並べは卓上で遊ぶゲームである。二人のプレイヤーが交互にコマを下から積み重ねて先に立て、横、斜めいずれかに直線上に四つ並べた方が勝ちになる。平面方向には任意の場所を選ぶことができるが垂直方向に対しては重力の関係で先に入っているコマの真上にしかコマを置けないという点がこのゲームのキーポイントに なっているコネクト4一般に4目並べといえば、こちらを指す。レンジュや5目並べと同様に二次元で行うものの、それらがコマを水平面に並べるのに対して、垂直な面内にコマを積み上げる。超レンは、有効勝ちである。重力付き4目並べとしては、アメリカ合衆国のゲーム製造会社、ミルトン・ブラッドリー・カンパニーが1974年に発表した。 コネクト4が有名である。これは、コマの形状は、玉ではなく円盤状になっており、盤面上に6行7列にコマが入る枠を立てた、ものである。コネクト4はそれ以前にあった、キャプテンズミストレスという同種のゲームを改良したもので、ある。コネクト4は、1988年に、ジェームズ・ディー・アレンによって、先手必勝であることが証明されている。 立体4目並べ444の3次元の枠内で4個の玉を先に1直線に並べることを競う遊びである。同様に駒を直線に並べることを競う連習5目並べ。立体4目並べを行う盤面には格子状に並べられた棒が垂直に立っている。色の違う2種類の玉の中央に穴を開けたものを用意し、プレイヤーが交互に 自分の色の玉をこれらの棒のどれかに入れる。立体四目並べの重力なし版においては1980年にオーレン・パタシュニクによって先手必勝であることが証明されており、これは計算機営業証明の代表例とされる。製品としてはパーカーブラザーズから発売されていたキュービックが有名である。この製品の版は四四の穴が開いた板を間隔を置いて四段に、 積み上げた立体構造になっている。日本では1974年にエポック社で発売されたスコア4が有名である。ありがとうございます。